のりごとです。先日チキンカレーをね作ったんですけど、やっぱりねカレー粉をね使ったカレーを作ってみたいということで、これをねちょっと買ってみました。ギャバンの手作りのカレー粉セット、カルディで売ってたんですけど、各種スパイス20種類がね詰め込まれたセットになってるので、これをね使ってちょっとカレーを作ってみたいと思います。すごいよこれ、20種類ね。スパイス、ターメリック、クミン、チンピ、シナモン、カエン、ペッパー、ジンジャー、セージ、タイム、ナツメグなどなどね、これを使ってねちょっとカレー作ってみますよ。これね、本格カレーの道、僕もねついにこの道を歩み始めることになりましたよ。まずはね20種類のスパイスをすべてボウルに焼け、軽く混ぜ合わせるということでね、これ20種類を全部混ぜると入れていきますよ。これね結構20もあると大変だね。もうこれ分量はもう全部ちょうどいい感じになってるんで、これまわっ匂ってきた、すごいなんかスパイスの匂いが。これね全部入れるともう20人分のねカレー粉ができちゃうんで、しばらくはもうカレーでいきますよ。シナモン、わし、すっごい、ちょっと粉が、カルダモン、もういろんなスパイスあるねこれ。なんかこうやってカレーって作るんだね、面白いわ。これでカレー粉ができるんだ、なんか楽しいね。自分でこの作ってるっていう感じが。このカエンペッパーは辛さを控えたい時はね、あの調理の際にお加えくださいということですけどね、僕はもうそんな辛さを抑えつけられるの嫌なんでね、もう今入れちゃいますけどね。こんな感じで20種類混ぜましたよ。これすごい、これ軽く混ぜてフライパンで炒めると、軽く混ぜてね、もう匂いがカレーの匂いがすごい。 OK、 粉作ってたらすっごい空気清浄機がうなり上げてます。ゴーゴー吸ってるわ。サラダ油大さじ1杯入れて、ここで炒めると。弱火で炒めていきましょう。焦がさないように、いいのかなこれ入れちゃって、入れます。うわーいいんかなこれ、そんな感じ、これで炒めるの、うわどういうことだろう。焦がさないようにっていうことだけど、5分から6分、全然分からへん、どうなるんだろう。いやでもなんかカレー粉作ってるっていう感じがするね。いいね、これ変わってくるのかな、見た目もなんか色が違うところがあるぞ。ちょっとあ焦げてる、ほらほら焦げてんのこれって。あちょっとだんだん色変わってくるね、やっぱりすごい、めっちゃ色変わってる。いいのかなこれ、うわーすごい香るカレー粉の匂いが。あカレーチャーハン食いたいかもこれ。これいいのかな、焦げてんのかなこれ。こんな感じかな、 OK。 でこれを瓶などに入れるって書いてあるんですけど、うち瓶そういえばないんでね、どうしよう。探した結果ね、やっぱ瓶なかったんでタッパー、これでもいいでしょ別に。すごいね、早くカレー作りたい。これで結構量あるねこれ。でこれをね、なんかこのまま使っちゃってもいいみたいですけど、数日間熟成させるとスパイスが馴染みまろやかなちょっと風味になるってことなんで、これね冷蔵庫で数日寝かせます。で完成、冷蔵庫でね寝かせます。あとは 2,3 日と楽しみだ。次回はねちょっとこの粉を使ったカレー作りたいと思います。